ちゃお、あちゃんです。なんかね、めんどくさいっていうか、何もする気になれへんめんどくさいっていうのはちょっと違うけどね、なんかこう、やる気にならへんね。もうお昼も食べるのめんどくさいからね。はい、ゆで卵。子供はね、残り物でチャーハンちゃーっと作ったんだけどね。ゆで卵をね、アマゾンのね、入れ物にちゃちゃちゃっと剥いて、最近昼ゆで卵食べることが増えてきたわ。コーヒー、さっきは飲みさし半分ぐらい飲んでんけど、ちょっとぬるくなって酸っぱくなって美味しくない。うん、ね、今日ちょっと用事があってね、夕方から出かけるかもわからへんだけど、用事っていうかお買い物も兼ねて、ガムのグリルね、他の用事もあって、だからもしかして外でかけて外でご飯食べるかも分からへん、分からへんけどね。もうここは見切れないけど、夜出かけるからね、もう、抑えたい、どないか抑えたいんだけど、出かけるから時間的にね、外で食べることになりそうな感じやね。ね、まあ早く帰ってこれたらね、買って上食べた方が節約になるしいいんだけどね。最近ね、外食してね、1人1000円、もう3000円でしょ。だから、だったら1500円食べたら地鶏とかいい食材使って1500円、1人さ500円で食べられたら十分節約かなと思って、だけどね、やっぱり産地とか、ね、食材の、ね、そこを落としたくないから、やっぱりね、いくら節約しても病気になったら意味がないし、チョコ食べるわ、脳活性化するだからと思ってね、やってね。本当にね、もう一回器を広げると引っ下げられへんってよく言うけど、確かにね、贅沢三昧して、ね、食材もう何も考えずに好きなもの買って好きなもの食べてたっていう生活してたら、その贅沢三昧からもっと戻すことができへんのね。お酒って、まあ、言うてみたら1本万円するね、年代物開けて飲んで、じゃあ1本数百円のテーブルワインでいいのかって言ったら、やっぱり違うねって思うっていうのはただの贅沢やと思うね。チョコでもせんねん、ゴダイバー食べてね、こんな安い苦チョコを食べるとね、違うって思うのは、まあ、あると思う。でも、そうじゃなく、これは自分のエゴやと思うね。そうじゃなく、いい食材を食べて、いい食材から戻せへん。塩もそう。ひらがいちゃうわ、天然塩使ったりひらがい卵食べたりして食べてね、元に戻すと、味自体は確かに落ちる、でもやっぱ我慢できるとこやと思うね。生きていく上のギリギリの線としてね、もちろんお金が全くないってなったら何を重視するか言ったら、生きていくってことを重視じゃなあかんから、できる限りね安く食べなあかんかもわからへんけど、そうじゃなく、食べられるんやったら
産地にこだわって病気にならないっていうことが大事ちゃうかなと思うんだよね。だから無駄な贅沢、お洋服とか車とかそのあたりを削ってね、お買い物もせえねん。無駄にガソリン代で買いに行くよりも地元で買う。言ってみたらここからね、山下る帰ってくる往復で、30キロぐらいあるのね。30キロで、で、またぐるぐるって中ってか市内回るでしょ。で、結局トータルで40から50キロ走るんだよね。例えば50キロ走ったとして、リッター10キロ伸びるから、今170円、180円ぐらいするでしょ、ガソリン。180円で500円の5杯、400円で900円かかんねん、ガソリン代。だったら、地元ね、チャリで行けるところのお肉屋さんで買ったら、例えば 100g、100円ぐらい、100g で98円、安い鶏ももね、わけわからん産地の国産やけど、まあ、それを買って、それと、地鶏178円、78円高いけど、1キロ買って780円しか買わないの。じゃあ地元で買った方がガソリン代得やん。野菜とかもいって買うけど、結局ね、道の駅1キロやねん、チャリで行けとけね。で、そっからちょっと行ったとこに地鶏屋さんがあって、チャリで帰ってきて、まあまあ往復2キロほどやねんけど、車で行っても2キロやねん。ガソリン代にして17円、30円ぐらいって考えたら、地元で買った方が、地元でいい食材買った方がお得やよね。結局ね、食材高い食材高いって人おるけど、ここやったら、地元やったら朝どれの野菜、朝ね、朝さばいた新しい鳥さんで、今朝産み立てたもの、放牧自然卵はないけど、自由卵は売ってんのね、600円ぐらいの、あの黄身のオレンジ色でね、あれでも十分やから、地元でそれを買う。お豆腐もね、吉野の豆腐売ってるからね、でそんなんは地元で買うってなってくると、ある意味ガソリン代とか移動経費、時間にして、ね、山下って食材買って帰ってったら、やっぱり2時間コース、早くて2時間、3時間、4時間と、ガソリン代とかで事故のリスクとか考えると、地元で買う方がいいのね。だから1円でも安いところのスーパーに行くねんっていう人よ、昔おって、最近もそんなね、あ、話しおらへんと思うんだけど、そういう人だけど、時間とか考えるとどれだけ損してるかってことやねんね。そんなんすんやったら動画の1本でも作ってあげた方が稼げるからね。そう考えたらね、お買い物は地元で済ました方がいいなって。でも地元で済ますと鳥ばっかりになってまうよ。まあ子供はそれでもええって言うんだけど、おっちゃんが飽きちゃうんだよ。それと鶏170円。豚さん150円、150円、60円、70円。同じぐらい。大和ポークね。で、山形豚さんやったら、山形ポークで120、30円かな。あそこね、ハイバルね。で、牛はたまに食べたい。月1回でいいから牛のいいの食べたいって思ってね。こうやって、もう節約になるし、今までね、産地そんなにこだわってなかったよ。子供がよう食べるようになったしと思って買うようになって、そこからちょっとだけ産地こだわるし、今みたいにそこまでこだわってないんだけど、ちょっと産地にこだわると、月8万円とか言ってた。今月ね、4万円ちょいぐらいかな。4万円いってないかな、ぐらいね、今ね。半分には節約はしてない。もちろん、1ヶ月1万円で生活していたらできるよ。3人家族でね。1ヶ月1万円生活って言ったら、1日なんぼ、1000円で3000円、じゃあ3000円で3が9万円から、10日で300、1日300円か、1日300円、1人100円で生活成果できるよ、やろうと思ったらね。だって鶏胸30円とかのブラジル産あるでしょ。で、クズみたいな、ね、食材、言っちゃ悪いけどね。とか、で、かさ増ししたら、そりゃええよ。絶対体壊すからね。卵でもワンパック30円、40円であるでしょ。
体壊すからね。だからそれやったら体壊さない方が病院にも行かんでいいし、もちろん今はね、今はって本当に医療費もほぼほぼ払わんという状態でもね、医療費払う払わへんの問題じゃないね。体を壊してどれだけしんどいことかと、それで入院したり大きな病気になったらお金だけじゃなくね、時間もないし思い出も全て削られる、そんな無駄なことするんやったら食べ物だけでも体にいいもの食べたいなって。で病気になったら言い訳聞くやん、自分への。やっぱりなんちゅうの、悪いもん食べてんから病気になってん、ケチらんだよかったなって思うよりも、いいもん食べて病気になったらまあ仕方ないかでね、なるから、やっぱりできる限り自分に落ち度を作りたくないっていうのかな、それもあってね。だからその分頑張って働いたらいいだけのことやし、だから動画も本当はね、休みたい日もあったり、みんな多分気づいてる人もいると思うね。あっちゃん疲れた顔してたり、やっぱり心が苦しくて動画に集中できへん日もあったり、今日なんかでもそうです、はっきり言って。まだやっぱり心は元気にはなってない。でもこうやって話してね、動画を撮らないとね、生活できへん。これがやっぱりね、ね、こんな言い方しちゃあかんけど、働いとっても働かんでもお金の入ってくる人、あとある程度働いとったら決まってお金が入ってくる人だけど、やったらいくら、やらんかったらゼロっていう生活やね、 YouTuber って。まあ、ゼロじゃない、角度化があるからね、言うんけど、ほぼゼロに近い。で今はやっても本当にスズメの涙って言われたらそうかもわからへん。今までの収益の3分の1、4分の1になってるからね、まあ、1日あたりほんまに安いなってるから、月ほんまに10万ない月があるから、苦しいな苦しい。その時のために投資してきたから、それ切り崩すっていうのもありやしね。でね、まあそういうのもやりながら今はなんとか生きられてる。ギリギリの線低空飛行してるからいいかと。こっからまたね、急上昇するためにもね、今頑張らななって。だからほんまは休みたいなって日も頑張って映画も作ってんねんけどもね、気づかれてるとは思うけどね。だからね、本当に嫌なんですけど、ちょっとした贅沢にもチョコ1個、これだけでもう脳はね満足すんのよ。こんな感じでね、来ていくって大事かなって思ってんね。でも子供にはね、できる限りそういうのをさせない。できる限り、まあ、お腹いっぱい食べさせてあげたいとかってあって。で、そこでも食材を削らない。その分、食材を削らない分、いくらかどっかでかさ増しをすんのよ。安いものでね。やっぱ昼間なんかやったらお腹いっぱいにさせるために、もちろんタンパク質とか野菜とかも入れなあかんけども、ご飯多いめで、ご飯いっぱい食べたら糖質がっていうけど、玄米やったら全然 OK やからね。玄米で糖質増えへんから、あえて玄米、それも昨日の玄米でチャーハン作るとかね。そうすると結構食べやすくなったり、で玄米でもね、ほんまに重曹入れて、ちょっと長時間漬け込んでから炊く、浸水してから炊くと結構柔らかめになるから、チャーハンしてもそんなに芯があって、まあチャーハンどっちかだと固めでもいいしね、食べやすいしね、まあ、そんなこんなでね、昼間チャーハンにしたりとか、まあ多いかな。だからね、健康にもいいし、ちょっとぐらい食べ過ぎても全然体にも悪くないしね、使ってる食材も悪くなかったらね、いいかなと思ってんだけどね。そんな感じで昼作っていこうかな。今日ちょっと目おかしいでしょ。目がね、焦点合わへんねん。すごいな、霞んでんねん。だからね、けどね、ちょっと目休めて夕方前ぐらいから出かけんなんでね、ちょっとゆっくりします。はい、ということで、今日のあっちゃんの、お昼ご飯のような動画、この辺で終わりにしたいと思います。またね、卵1個で十分です、あっちゃんは。